オークランド動物園の入り口オークランド動物園はアメリカ合衆国カリフォルニア州オークランドにある動物園である。オークランド動物園は比較的小さな動物園ではあるが近代的な展示がなされている。動物たちは比較的自然の状態に近い環境で飼育されている。この動物園はゾウの展示で有名でその自由に歩き回れるよう設計され、 高い評価を受けている。開園は1922年で、ヘンリー・エース・ノーにより設立された。その後何度開店し、最終的に1939年に、ドゥーラント・パークに引っ越してきた。カリフォルニア州立公園委員会会長、ジョセフ・アール・ノーランド主導の下カリフォルニア州により土地の購入が行われ、1950年には、 ジョセフ・ノーランド州立動植物公園に改名された。オークランド動物園は、ヘンリー・スノーの息子、シドニーにより1939年に設立された、イビズズと深い関係を築いていた。この頃は、アラメダ群動植物学会として知られていた。イビズズは、オークランド動物園の展示に大きな影響を及ぼしているが、 それは1958から1965年の動物園の大きな進化の後からだった。イビズズの努力によりお金が様々なプロジェクトに使用された。1982年にイビズズはオークランドと非営利団体として動物園を管理、そして発展させることで合意し、その後動物園はどんどん発展していった。1985年には ジョエル・パロットをエグゼクティブディレクターとして採用した。その後、マントヒヒやチンパンジーのものなどを含む多くの新しい展示が作られ、ゾウの展示は1987年に作られた。マレーグマの展示は1995年に完成し、アニマルプラネットの番組、究極の動物園で取り上げられたことがある。ゾウやキリン、ハイエナなどが飼育されている。 アフリカンサバンナは1998年に完成した。2001年の秋にはリスザルの展示が新しく作られた虎の展示に隣り合って作られた。2007年の春には4匹のヒトコブラクだが今までの場所から新しく広い囲いに移動された。2009年、イビズズは不況の影響により収益が減少し、オークランド市からの補助金を受け取っている。 2005年の夏には3エーカーの広さの子供用エリアがオープンした。このエリアは子供たちが動物たちと触れ合えるよう設計されている。このエリアには人懐っこいヤギや羊、ワオキツネザル、ワニなどが展示されている。毎週末、ティーンワイルドガイドと呼ばれる12.5から18歳のボランティアが子供用エリアに来て、 担当している動物たちについていろいろなことを教えている。動物園のすぐそばには小さなプレイグラウンドがあり、ゾウの滑り台やカバのトンネル、背中に乗れる亀、そしてキリンから管か判別がつかない壁の堀の4つの遊具が設置されている。オークランド動物園は440種以上の動物、昆虫を飼育している。など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 、ありがとうございます。